よ、帰ろうぜ、父なし。だってお前の名前とか覚えてねえし。その点父なしなら、お前見りゃ一発で出てくるからな。父なし。つうか何やってんのお前。け、マジかよ。こんな真面目にやるやつなんていねえぜ。ったく家でやりゃいいだろ。さっさと帰ろうぜ。俺は腹減ってんだよ。さっさと帰って食わせろ。やーなこった。家に着いたら返してやるよ。何？な、てめえ。この綾人様をはめるとは、いい度胸してんじゃねえか。へえ、言うな。なら、もっと気合い入れてビビらせてやんねえとな。お前が帰らねえっつんなら仕方ねえ。ここで食うしかねえな。うんだい。ここには誰もいねえだろ。俺いいじゃん、スリラって興奮すんだろ。お前首弱いよな。その耐える顔、別にいいんだぜ、声出したって。ほら口押さえんな、手どかせよ。もう押せっつよ。どこまで声を抑えられるかな。行くぜ。頑張るじゃねえか。はあ？強気だな。余計声出させたくなる。おっと、ちと吸いすぎたか。いいなこのシチュエーション。またやろうぜ。さて、
腹も満たされたし帰るか。じゃあな、父なし。と思ったが、ま、下級魔族にでも襲われたらつまんねえしな。お前は俺の餌だ。血出したままフラフラすんなよ。お前の血の匂いはやべえからな。どんな奴が寄ってくるかわからねえ。特別に俺様が連れ帰ってやるんだ。光栄に思えよ。血の匂いがする。お前怪我したのか。怪我したのかって聞いてんだ。ち、俺様に断りもなく血流しやがって。貸せ、俺が手当てしてやる。待って、そこ座れ。ここか。うっせえ、おとなしくしてろ。必要ねえよ。味がしやがる。お前の血を水で流すなんて冗談じゃねえ。一滴だって無駄にするかよ。ほら、綺麗になって新鮮な血が溢れてきたぜ。何言ってんだかわかんねえな。俺は自分の飯がこぼれねえようにしてるだけだぜ。ほら、もっと血よこせよ。膝は飽きた。ま、何すんだてめえ。手当てしてやったんだろ。礼はきっちりもらわねえとな。ほら、隠してんじゃねえよ。スカートどけろ。
足りねえ。ち、何かまととぶってんだ。お、やっぱり入って。この、開けろっつの。バーカ、出てきたんだっつの。もう警戒すんなって。いいもん持ってきてやったんだからさ。そうまあなんだ、入浴剤みたいなもんか。あ、ますます気持ちよくなれんぜ。お前最近疲れてんだろ。俺がだいぶ気もらってるしな。ゆっくり風呂で、なんつんだ、血の効果、血行。それそれ、よくしてくれっつ俺様の優しさだ。じゃあ、た、わかったわかった。ほら、ドアちょっと開けろよ。だろ？さっさと入れてみろって。お、よ、目覚めたかよ。体の自由が効かねえか？どんな感じだよ。だろうな。感謝しろよ。風呂でのぼせたお前をこの綾人様が運んでやったんだからな。顔がほてってんぜ。ん？ならもっと触ってやろうか。お前はどこ触ってほしい？今日だけはお前の望む通りにしてやるよ。ああ、
どこが熱い？チッ、なんだ顔かよ。つまんねえな。まあいいや、顔だな。なっつ、ほてりすぎだろ。なんだ、気持ちいいか。いいな、今の前。無防備でとろけた顔してる。こういうのも悪くねえな。そそられる。血も、いつもより甘い匂いになってやがるぜ。くそ、我慢できねえ。いいか、父なし。この状況で寝んのかよ。お楽しみはまだまだこれからだろうが。おい起きろ、父なし。くっそ、やっちまうぞこの野郎。ち、まあ今日は勘弁してやる。リアクションねえお前抱いてもつまんねえからな。だからやるときは思いっきり泣き叫んで俺を楽しませろよ。さ、よし。おい、起きろよ。起きろっつってんだ、俺。目覚めたかよ。いい眺め。今夜は興奮して眠れねえんだ。ちょっと付き合いよ。バカ、俺様の遊戯に必要だからわざわざくくってやってんだろ。そう、こうすんだよ。今からお前はダーツの的だ。絶妙なコントロールだな。さすが俺様。血がようやく流れるかっつギリギリの切れ目。流れすぎると血を拭うので手一杯になっちまうからな。さあ、次はどこを狙ってやろうか。どうして？そうだな。お前のそういう顔が見たいからだな。許してほしけりゃ命乞いしてみろよ。私の血を好きなだけあげますから、命だけは助けてください。お願いします。
ってさ。あーいや、それじゃつまんねえな。たまにはお前からねだってみろ。私の血をすすって気持ちよくしてください。言えねえなら、こいつでお前の体切り刻んでいくだけだぜ。素直じゃん。なら、オーラ、お前からせがめよ。俺の牙が欲しいって言ってみろ。千代、どうした？最後まで言わなきゃ許さねえぜ。タイムオーバーだ。その心臓に思いっきり刺してやるよ。俺様の寛大さに感謝しろよ。いい、たまんねえな。死の恐怖に震えるお前の表情、その表情に免じて今日は許してやる。ああ、終わり。痛いか？どうも満月の夜は力の加減ができねえ。知ってるか？満月の夜っつうのは、ヴァンパイアの力が強まる。その分吸血衝動も高まる。本当にいいな、今日のお前。たまんない表情してる。一つも見逃したくねえって思うくれえにな。やっぱお前の血は格別だわ。ますます力が満ちるみてえだ。止まんねえ。おい、何逃げてんだよ。逃げてんだろうが。
最近ずっと俺のこと避けてんだろ。どういうつもりだよ。あ？おい、こら！逃げんな！ったく、何なんだよ、あいつ。それで隠れたつもりかよ。そんなんじゃ俺様は負けねえぜ。あ？なんで謝んだよ。ふん。謝んならさ、ちゃんと俺の目見ろよ。見ろっつってんだろ。なるほどな。顔が真っ赤になってんぜ。バレバレだっつーの。原因はこれだろ。今のはわざと外してやったんだぜ。そうか。お前、あれがファーストキスだったんだな。ふん。なら、今度こそきっちり奪ってやるよ。気持ちいいか？顔がとろけてきてんぜ。こういうの好きなんだろう。なあ、父なし。キス程度であの反応ってことは、お前、少女だろ。決まってんだろ。やるんだよ。光栄に思えよ。初めてで俺にしてもらえるなんてさ。まあ、失礼、お邪魔だったようですね。おい、七三メガネ、てめえいいところで邪魔しやがって。邪魔されたくないのであればご自分の部屋でどうぞ。ここは公共の場ですよ。私は物を取りに来ただけですので、続きはご自由に。それと、次に七三メガネと言ったら、あなたのその口を焼け火橋で二度と開かないようにし。どうしたんです？
私のことは気にせずどうぞ。チッ、ああ、なえた。帰るわ。おや、そうですか。これで終わったと思うなよ。お前の初めては全部俺が奪ってやる。覚悟しておけ。